球が寒冷化していることを誰も疑うことはないはず。猛暑の夏があるから、地球は温暖化しているとメディアは報道する。では、10年ほど前から冬が寒くなり続けている事実を、温暖化で説明できるのか。サハラ砂漠では、2016年12月、2017年1月、2018年1月と、3年連続で積雪があった。灼熱の砂漠で3年連続積雪があったのは、地球温暖化でどうやって説明できるのか。地球が温暖化しているというのは、フェイクニュースである。地球は寒冷化している。メディアはなぜこの事実を報道しないのか。地球が寒冷化していると報道すると、金儲けにはならないからだろう。地球は氷河期に入りつつある。温暖化より、寒冷化は人類にとっては、生存に関わる大きな問題である。地球が寒冷化すると、農産物の収穫量が激減する。つまり、食糧危機が訪れる。寒冷化による食糧危機の大問題を、学者も、メディアも避けている。寒冷化による食糧危機対策をしないと、数十億の人類が餓死する。